インサイド DVD ジ・イリーガルファンクションラジルギアーケード版攻略映像です。オーディオコメンタリーの司会を務めさせていただきます INH の坂本です。では本日は早速の方にいらっしゃっていただいてますので、それぞれ自己紹介をお願いします。では松本さんからお願いします。はい、開発ディレクションおよびメインプログラム担当しました松本と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんですかね音楽 と、世界観とかキャラとかその辺を担当してます、財布を忘れた永田ですよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。音全般、まあ、作曲効果音を務めております林子33歳です。よろしくお願いします。さて、まあ、今回はアーケード版の攻略映像ということでそれぞれ皆さん担当のところで、ね、喋っていただこうかなというふうに思うんですが、はい、まあ、まずじゃあシステム的なところで、まあ、このラジルギというこのゲームなかなか作るのは難しかったというところがありますか。このところは難しかったなとか、なんか要素がたくさん入ってるんで、はい、なんか全部まとめ合わせるのがちょっと難しかったかな。バランスを取るっていうところですね、はい、そういうところがちょっと難しかったかな。なるほど。その世界観とかを統一された永田さんなんですけどね、その情報をとにかく埋め込みたかったということなんですけど。そうですね。じゃあもうあれですね、とにかくこれやりたいから松本さんこれ入れてよみたいな。あ、そうですね、かなり無理を、うん、結構無茶言われてどうしようかなっていう。これどうやって入れるの。あれなんですよね、ラジルギからなんですけれども、最初この企画立ち上げる段階で永田と松本さんでこそこそ始めるんですよね周りのスタッフ誰も何も知らないんですよ。で勝手になんかこう最初名前もついてない状態でそれでラジルギになって、それからスタッフを集めてみたいな感じ。すごくクローズとか感じで、ああ、とりあえず外野シャッターでしょ。なんか部屋の一室で密談が壊されて、暗いんですよ基本的に。密談、密談、そうそう、悪口から始まるもんね。あ、じゃあもうとにかく次の日来ると仕様が変わったときですね。あ、もう完全に発表されるまで結構かかりますよね。1、2ヶ月は寝かしたりとかいろいろ考えてますよね、マフノさんと。あなた途中で見せたらなんか僕ばかりこれどうなってんの。いや、まだできてないから今決まってもダメって。あ、こうして足で言われるの困りますか。まだできてないんだね。あ、それはもう社内の人間に対してもそういう感じですか。かなり孤立してますね、うんそれを隠すのがやっぱ苦労するところだと思います。ものすごいオーラが出てると思う俺長田に何か言ったら絶対キレられる。ものすごい俺だ、 MA だMA そうですか。 なんかもうじゃああれこれ言うのやめようみたいな。こうそうですね、長田すぐキレるからな、うんうん、そこは良くないんじゃないみたいなこともちょっと言えないような雰囲気。いや、言わせない感じそうですね。じゃあこの世界観に関してはもうとにかく好き勝手にこう自分のように作らせてもらったと。はい、なるほどね。こう全体的にこう結構ね、オブラートに包んだ感じというか、ね、アイキャッチにしてもそうなんですけど、こうやっぱりね、見せたくないっていう、そうですね、全部は分かってほしくないっていうところが、はい、まあ、そういう風に したっていうのはまずやっぱりなんか答えを見せちゃうと、まあ、そこで見た時点で終わっちゃうんで、はい、これは何だろうって思わせたいという。だから一瞬表示されると今の何だろうって思いますよ。そうですね。でもう一回やるかなみたいな。ああ、だからそういうところでリピートしてくれるっていうか。そうですね。で見るたびに違うし、はい、そしたら全部見たいと思う。なるほどね。そういう狙いがありましたね。なるほどね。でこれじゃあもう足りてない感じですか。まだまだ全然足りないです。もうちょっとこう入れたい感じです。松本さんその辺いかがですか。ああ、やっぱりればなんとか考えるぐらいどこをどう言えばいいんだろうって。あ、いや実際自分も知らない設定とか結構あったりして。あ、そうなんですか。未だにこう分かってないとか、まあ、あ、全部把握するの大変ですね。あ、本当ですね。いやだからなんか
まあ、こういったまあインタビューとかもそうなんですけど、はい、あれどうなってんすかねって聞かれても実は自分に情報がないことが結構あるんですいやそれは適当に動かすしかないんですけど、それくらいちょっと隠されてますね。なるほど。じゃあまだ表に出してない長さの中だけにある本人にはあるんですね。隠されてるって実際これ聞かれてもいや特に何もないな、全部見せたい、見せちゃうと終わっちゃうという、あこれはいいですね。それ以上は聞いてくれるな。続編で明かしますよみたいな言いながら実は見せてなかった。続編でも出さない。さらに多分ない。ないな。ないのかよっていう。ね、結構ね。まあ、新作発表されてますけど、まあ、一応それ関係は一応あるんですかね。そうですね、なんかベースになる世界っていうかそういうのはあのカオスフィールドから全部つながってるんで、はい、一応その辺は次回作もつながってはいるんですけど、多分その辺は明らかにはしないと思います。またじゃあそれはもうず一生明らかにならないっていうことでいいですか。ええ、もう絶対明らかにしませんね。ええ、なるほど、分かりました。三部作で完結編とかするみたいな。ああそれもないね。そういうの分かりないけど、ハード3みたいな。そういうのない。ない終わらしちゃうとね、その時キャバレーが答え。あ、そうだね。新しいお客さん呼ぶの大変だからね。そう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 。時間かいだね。陰湿、陰湿だね。陰湿だよ。そんなこと言っていいんですかね。結構、お前らやっぱり、ちょっと、どうですかね、これ、オッケー通るかどうか、ちょっと、微妙ですけどね、これね、自虐的なね、相当危ないな、ちょっと取り直す時間とか、僕ないんでね、結構危ないところなんですよ、まあ、ちょっと今日多めにね、撮って、ピーとか、見ながら、とか、映像リンクしてないから、いくらでも話しようと思うんですけどね、あのアーケード版は僕、見に行ったことがあるんですよ、秋葉原の映画で、発売されてた。それであのタイトル画面の右下に言葉が毎回出てる、ね、はい出ますね。あれをずっと見てるお客さんが結構いるんですよね。で全然プレイしてくれないんですよね。でもずっと見てるんですよ。でもそれでもやっぱり嬉しいもんですよね。そういう興味を持ってもらうっていう狙った通りにそういうところが、ね、本当はプレイしてほしいんですけど本当はプレイしてほしいんですけど、やっぱりそういうところで興味を持ったりとか世界観を各々が想像したりするっていうのは美しいことかなと思う。なるほどね。じゃあやっぱり、ね、そういう、まあ、メールしかりそういう事業文だったりあとそのランキング画面に例えばなんか喋ったりとかする、まあ、そういうところなんかね凝ってて面白いなっていうふうにやりたんですが、アイキャッチとかはもう全部長瀬さんが考えられてるんですか。そうですね、データも勝手に作ってアップしてそうなんですね。ちょっと見るけど、もう 数増えても大丈夫なんで組んどいたから好きに作っといてそうなんですか。あの実写の映像とかもじゃあ長瀬さんが出てる。そうですね、あの何枚か社長が出てたそうなんですか。これ写真いいなと思って、じゃあこれ使わせてくださいよ。じゃあ話しなさい。ええ、なんかあれってあれですか、会社の金融で写真があったりしますね。会社が見えるところだったり、ああ、結構印象残ってるな。川のところとか、あれは社長がそうなんですか。あれの川分かったら多分社長の家分かるよね。あー分かりそう。決壊したと思う。大雨降るんですよ、決壊する。そうだね、皆さんぜひ調べてください。突撃 Google Earth で見てすいません、ファンなんですけどみたいな。全く困っちゃう。アイキャッチ気になったのは
7時のニュースを聞くと入ってしまうみたいな、あの言及版の中にあったと思うんですけど、はい、あれはやっぱり某8チャンネルのニュースだったりとかしますか、ね、関係ないんですかね関係ないんですかね、あのね、某って使えてるってことですか、その辺林さんは。ああ、もうありがたいことですね。それでまた DVD にも付く予定なんですね。CD付きますね。付きます。であったりとか、まあ、サントラであったりとか、はい、2枚でも3枚でも買っていただけると、まあ、ありがたいです。サウンドを作った人間としては、人間としてはもう音楽も楽しんでいただけるとか、そうなってますね。なるほど。ラジオ劇の音楽は結構、まあ、最初コンサートはね、ポップで強い電波結集ティックということで、曲調もかなり明るい感じの曲が多いと思うんですけど、だから気をつけてるということで、そうですね、これ今回コンセプトを考えたのカオスの時は、あの結構カオスフィールドの時は僕が勝手にこんな感じにしたいっていうのが押し切ったんですけど、はい、ラジルギはもう当然世界観からしても永田の方がこうこんな感じっていうのがあったんで、うん、その流れですよね、ちょうど、まあ2人で大概話し合ったりとか、なんですか、チャットとかネットを使って会話したりとかして、それで、あの時はなんだよ、ハウスがちょっと流行ってたんだよね、これ。そうだね、ハウスと8ビット1ビットサウンド、昔のまあファミコンの音みたいな、はい、が流行っていたんで、ちょっとハウス寄りで、かつちょっとゲームっぽい、マジハウスみたいな、本当にあのクラブでかかるようなハウスとかかけてもゲーム受けはしないだろうかあらっていう、でやっぱりそのちょうど中間を狙った音楽っていうコンセプトですね。ああ、なるほどね。ラジルギの音をこう制作されてる時ってどんなような環境で、まあ、いつもだと思うんですけど、ね、音楽を作るとか環境はどんな感じでやってるんですか。僕とはまたかなり違うとは思うんですけど、服装とかですか。そうですね、なんかこうなんとか狭い部屋にこう機材に囲まれ作ってるっていうイメージが結構あるんですけど、実はそうじゃなかったり、基本的に僕はボディーペイントで、ボディーペイント裸にこうスーツの絵を描いてあ、じゃあフォーマルフォーマルな感じネクタイもちゃんとネクタイもちゃんと描いて、もっとラフな感じやねT シャツかパンツ1枚みたいなボディーペイントいや違う違う、ちゃんとスーツを描いて、あ、スーツを描いて描いてから始めるなんかペイントもないですね、ペイントもないですね、全裸でやりますね、全裸で、全裸とムチ頭にこう立ち回るロウソクを2本懐中電灯前に八つ墓村で、八つ墓村スタイルで本当にそんなことやってたら金怖いね、そんな環境に作ってたら分かりやすいですね、そういやツイートポストで奥さん、嫁さんいますけど、嫁さんが、あ、作曲してんだあじゃあ大体家で、そうですね、あの事務所も狭いんで、はい、あの楽器とか本当にマジで持ち込んじゃうと多分ブレーカー落ちまくると思うんですよねなるほど、そういうので、作曲の部分も長年かしら自宅でやってますね、あ、なるほど、できた曲を、まあ、会社に持っていって、まあ、使ってるみたいな感じ、そうですね、なんかミックスとかするときなんかはやっぱり自宅なんで、まあ、民家ですよね、民家大音量でミックスとかするんで、発売前に、まあ、会社界隈どっかの家からは音楽は聞けるんじゃないかなと僕はそうなんです、永田は多摩地区の方では聞けるんで聞けちゃいますか聞けちゃいます聞けちゃいます身元明かしていいのかギリギリのところギリギリのところギリギリのところ使わないように、先ほどそのパンハウスが流行ってたという話ですが、普段こうどのような音楽とか聴いてらっしゃるんですか。毎回聞かれる質問ですけど難しいんですよね、本当に僕はあの基本的になんかなんですかね、自分のことってなかなかわからないもんで、CD の棚を見て
あこういうのが好きなんだっていうふうに思ったりとか、一緒にいる人、まあ、一番近くなのが嫁さんですけども、うん、嫁さんがこう隣にいて聞いてて、こういうの好きだねっていうふうに言われるであれば、聴いてる音楽はやっぱりボサノバだったりとかジャズだったりとか、うん、でテクノだったりとか、うん、そういう感じですね。だから特にこれ絶対クラブミュージックじゃなきゃいけないとかそういう作りは全くないんですよね、うん、幅広くは自分がこういいなと思ったところ、そうですね、気持ちがいいものだったらいいかなと。母さんはあんまりそういうテクノばっかりとかではないですね。ヒップホップが多いですけど、うんうん、普通に歌謡曲みたいなのを聞いたり、ポップスのカントリーとか、ああ今流行りカントリー、カントリー、カントリーこの前なんか流行った大今大変ワインしかないワインしかない。そういう影響が多いですね。曲に現れる、あそれはないですね。それはない、ああそうなんですか。それはもうやっぱり自分の中で書きたいとかってあって、そう入ってもらって作るのとか作るのとちょっと違う。ああなんか影響されたアーティストなんですか。ああ、本当ですね。まあでもそれこそゲームミュージックから影響も受けてるし、うん、結構ですね。やっぱりヒップホップが一番大きいかもしれない。なるほどね。やっぱ昔から聴いてたもんね。昔の影響された。私さんは影響された。そうですね、まあ、まあ、ゲームミュージックとかでもまあ別にいいんですけど、曲作りもあるので、ゲームミュージックだけで限定するんであれば、一番最初に衝撃を受けたのはやっぱり真子さんの足の曲ですよね。ゼビウスとか、ゼビウスとかニューラブだったりとか、そういうのはカセットで聴いてましたね。カセットで、ね、すごい聞いてて、あゲームミュージックっていいなっていう、うん、なるほど。まあやっぱりそこから離れてまた違うものを聞いたりとかしますけど、限定この人っていうないですね。また時代時代に変わります。うん、そもそもこの業界に入ったどういう人かって、そうですね、まあ多分ですけどね、多分ですけど、僕の勝手な予想なんですけど、僕の身の回りといいますか、お付き合いのあるサウンドクリエイターの方とかの上で、僕もその一人なんですけども、あの音楽が作れるっていうんですね。なるほど。これほど楽な仕事はないだろうと、自分の、まあ、半分趣味というか趣味と実益が兼ねられるのはいい、こんないい仕事はないとそういうこと言ってる方結構多いですよ。あのこれもそうそうでしょ、うん、サラリーマンで音楽をやれるっていうのはゲーム音楽しかないだろうと思って、社会保険に入れて音楽も作れるなんてそんなのなかなかないですよ。だからそうですよね、うん、真面目に本当に音楽を目指しているアーティストの方とかにかなり失礼だなと思いながら音楽作ってますね。おなるほどね。なんかそういったことは結構初めてですけどなんかこの、なるほど、確かに言われてみれば確かにそうだなっていう気はしますまたまたインスな感じになっちゃうんです。それしかない。松本さんは動機は、動機そうですね、いやまあ単純にゲームを好きで作りたかったからってだけですけどね。ああ本当ですね。最初に衝撃を受けたゲームとか、そういうふうにゲームを作りたいなって思った、まあ本当にその結構インベーダー世代なんで、はい、でまあインベーダーゲームから入って、でまあその頃で表現力がすごい乏しい時代だったんで、見ててももうちょっとなんとかなんないかねって思うような時代だったんで、はい、その頃からもう作りたいなと、あもう
俺がこの俺よりすごいゲーム作ってやるみたいな、俺が作ればぐらいの感じでまあ小学生のくせにですね、でまあなんかノートにこんなゲームどうかなみたいな、そのぐらいの感じで、みたいな、そうですね。でまあもともとそのプログラムで入ったんですけど、はい、まあプログラムそんな好きなわけでもないんですけど別にどうでもいいんですよ本当に、はい、でだからとにかくゲームが作ってゲームの、その企画、ゲームの企画というかゲームの中身が作ってる感じだったんですよね。だから最初の会社を受けた時に企画で受けたんですよ。ああプランナーの方で企画で受けたんだけど、そのまあとりあえずなんかいろいろ出しといた方がいいなと思ってプログラムを出しといた、そしたらプログラムを出されてそっちで通ったからね、あーこっちかとりあえず業界入っておこうかな入りましたね。じゃあもうやっぱもうクリエイターっていうのが近いですよね、日本のプログラマーの。そうですね、だからそのプランナーが出した使用書通りにプログラムを組むのちょっと耐えられるかな、あーやってたんだそれはなんか今回に向かって結構通じるところあったりするじゃないですか。そうですね、結構ね今回はねディレクションに行ってもらって、まあ、ああしてくれこうしてくれっていう企画とか、いや一応その何ていうんですかね、もらったものをその消化して入れるっていう感じで、そのままはやっぱり入んないんで、ああなるほど、リクエストちょっと多すぎないんで、やっぱそこをうまく消化してその落とし込んで入れる、ああ感じで自分の中でこう逆にワンポした方がどうしたらいいんじゃないかっていうような、そうですね、してみて最後さらにその提案して、まあだから多分妥協したものが入ってる。あ、この長さの中ではこう、そう、なんか違うの出して本当はこうなんだよ、うん、もうまあいや無理なんだよみたいな感じでしょうがないからこうしておくね、ここまでならできるよっていう、入ってる感じですね。喧嘩しないのここで、うん、ここで、うん、でもなんかそれも全然構わないですけど、システム的なところっていうのは、はい、全然わかんないんで、はい、もうその松本さんの方に任せちゃってて、はい、その表層的なところを僕がやってる感じなんで、あんまりその展開にはない展開にはないなるほどね、だから要素の方の提案をもらってそれをいかにこう仕様に落とし込むかで、結局仕様みたいな自分の方で考えてくる。あ、なるほど、どういう、まあ、どういう感じで見せたいっていうところまで提案もらって、まあ、アイキャッチもそうですけど、はい、とりあえずなんかちょっとパッと欲しいみたいな最初聞いてどうすんのこれっていう感じだったうん、まあちょっとやってみてタイミングちょっとしてみましたみたいな、やってるんですけど、でもとにかくまあ松本さんの方でも納得した上で感じましたね。まあ、まあ、こうしかできないから、変わってるゲームでもあるんですけど、まあ、第一にこうソードがあるっていうことですよね、ソードのこだわりみたいなところがありますか。そうですね、ちょっとまあいろいろ因縁もあるんですけど、はい、まあでもどっちかというとその単純なシューティング作りたいっていうふうに思ってないんですよ、でシューティングは好きで作りたいんだけど、まあ普通のただ打って倒すっていうシューティングはちょっと嫌だな、でまあちょっとアクションゲーム寄りとかそういったタイプのゲーム、まあシューティングゲームでしたところで、まあアクション要素がまあ一番その代表的なというところでちょっとそうなっている要素のちょっと考えなので、うん、でそれをまあ入れてみていろんな要素が絡めてみるとちょっと面白かったという感じで、今回そのアブゾネットというシステムを書くんだけど、これが開発きっかけというか開発日記を作られていました。アブゾネット自体は最初なかったので、はい、でまあ、最初はシンプルなショットとソードのゲームって感じだったんですよ、はい、でまあちょっと物足りないねっていうか作ってる過程でちょっと要素足りないなっていう感じだったんで、まあ、なんか一個大きい要素入れてみよう、まあ、前作が薄いのがスリーボタンだったんですけど、はい、今回もうちょっとシンプルにしようよ、まあ、長田君の方からやったんですけど、自分結構ゴテゴテひっついてってるシステム的にゲームが好きなんですよ、はい、なるほど、でいろんな要素を入れてそれをいかにこうバランス保つかみたいなところがゲーム作りの醍醐味みたいな感じでやってて、でちょっと大きい要素の特殊攻撃とか、まあ、スリーボタンなんとかで出たいなって、でまあそれで話しているうちにちょっとうまくその携帯の電波っていうところも絡めてなんとかできないかねっ
ということで結構終盤になって入っていきましたね。いろいろ思いつきのシステムがあったりするんですよ。あ、もうその場の熱で、これいいなと思って決まっちゃうみたいな。僕らからするともうすでに最初からこう決まってたとしっぽいイメージはあったんですけど、そこがちょっとやっぱりうまくこうバランスを取っていかにも最初からありました、ね、見せるのがちょっとこっちの技だ。ああ、なるほどね。好きだったんですけど、かっこいいこと言いやがってみたいな感じですか。かっこいいますよ。前のね、前のね。だからこう、ポンとその私のネットってシステムは本当に後半に入ったんで、はい、それを世界観とスマホを合わせる。逆にね、なんだよ、物をつけやがって。大変ですけど、後付けでね、設定変えたりとかする。夢をぶち壊すような話になってますけど、でもそれはそれでもいいと思いますよ。だってまあこう、ゲーム作って売るってなると売りが必要になってくるんですよ、うん、だこの作品はこういう売りですよ、こういう特徴ですよっていうのがやっぱりちょっと想像だけだと多分なかったんですよ、うん。フィールドのフィールドチェンジに匹敵するような何かが、なんか世界になるような差が欲しかった。そうですね。かっこいいって作ってる感じ。先のリーダーあると作りにくいね。それに縛られちゃって、そこから離れることができない。そうなんです。だからなんか周りの要素から固めてって最後に完成する。いや本来の作り方じゃないと思うんですよ。はい。まあ、そういう作り方の方が実は意外とバランス取れない感じですか。コースフィールドはコースフィールドでいい作品ですよ。それはもちろん当然、それはもちろん当然。いや別にダメなんですよ。ラジルギーは結構ね、ローテーションとかね、地上行ってとか結構まあ古い、ね、昔あったようなゲームテイストを残しつつさらに新しいゲームの要素もちょっと入っているっていうのがね、意味があるんですよ、結構分かんないけど、早回しで稼ぐっていうその昔のパターンゲームっていうね、シューティングゲームの稼ぎ方が入りつつさらに、ね、開けアイテムを使った稼ぎっていうね、新しい要素が入って、その正反対の今後も結構面白いなというイメージがあったんですけど、そうですね、まあ、インベーダー世代、はい、やっぱりその古いゲームって昔 の, そのシンプルなゲームの影響をやっぱ強く受けてるんだろうな、自分の奥底にですね、うん、まあ特に何かのゲームの真似をしてとかっていうのは全く考えてないです、はい、でまあソードなんかもその他に使ったようなゲームあると思うんですけど、はい、正直ほとんど見てない、うん、で見ないところからソードっていう要素をどうゲームに入れると楽しいかなっていうのを考えて、うん、まあ仕様を煮詰めたので、ソード自体、まあ、よくは分かんないですけど、他の使ってるゲームとは全然使い方違うと思うんですよ。全然意識してない状態で作ってますので、正直最近のゲーム見てないです。そうなんですか。まあ、やってはいますけど、はい、その全然影響自体受けてない感じですね。そうですか。やっぱその装飾にちょっとこだわりすぎてるところがあるので、はい、そういうもの何にもない丸と四角動かしてゲームどうよっていうところを考えてシステムを作ってるって感じで、ね、うん、あ、だからそこにその永田君作った世界乗っけたら面白くなるじゃん感じなんですよ。なるほど、自分の中ではまあそのもうシステムなんか、ね、数字の羅列だけでこうやってるっていうか、そういうところで、なるほど、もうエンディングなんですけど、こうね、分からせようとしないこうもやっとした感じがね、こう気になるんですけど、ね、まあ、やっぱあえてこういう感じそうですね。でもなんか悲惨な感じがしますよね。確かに、まあ、悲惨な感じは悲惨な感じ。でも最後笑顔でこう終わってっていう、一応それハッピーエンド的な、ね、でも、アングラーはなるっていう、そうですね、入ると、はい、それもやっぱ終わらせたくないっていう、続きに続く、そうですね、分かっちゃうのが怖いっていうか、あ、いまいちこう僕がすごく疑問に思ってるのが、その上草しずるの、はい、その立ち位置的なものがすごく気になっていて、はい、
こうストーリーの本筋とこうあまり関係ないところにいませんか。そうですね、もうそれはもう最初からラジルギのテーマの一つとして、はい、一番凡人なんですよ、ね、主人公がなんかあんまりね、特に関係ないんだけど主人公みたいな、で凡人なりに悩みがあって、そのためになんかいろいろ頑張るんですけど、その程度の悩みかみたいなところを言いたかったんです。あ、なるほどね。一番どうしようもない人なんですよ主人公がやっぱりこう裏の主人公にはやっぱりルキとタダヨっていうのがいるっていう。そうですね、そっちが主人公って言った方がいいかもしれないですね。本当の意味での主人公はそっちかもしれないと。なんか僕もイメージしてて、あのパッケージなどにもねタダヨをメインに押し出したりなどしてるんで、しずるの立場が結構微妙だなっていうふうには思ってはいたんですけど、やっぱり最後のストーリーをちょっとイメージみたいなのあるじゃないですか、エンディングイメージみたいな、あそこにもこうしずるは出てこないすごいですよね。うん、なるほど。あれもやっぱりしずるはとにかく凡人で、そうですね、取るに足らない、取るに足らないと、ストーリーで語るまでもないと、なるほど。そういったところがやっぱあるそこまで言いますか